チャオ、あっちゃんです。今日は12月の27日日曜日、もう日曜日ね、ほんまにゆるっと手抜き、またね、ゆるっと手抜きにあっちゃん戻ってきたし、まあもともとゆるっと手抜きやねんけどね。でね、今日はねちょっとね用事があってね、出かけやなことが、いや出かけるというか、この町内ね、ちょっと近くやねん、近場行くことあったから、もう昼めんどくさいからね、お弁当ローソンで買ってきたけど、もうほとんどねこの時間、昼間の時間ね、ちょっと遅れて行ったらお弁当売ってなかったね。カルビ弁当、ネギ塩カルビ弁当、399円、400円の弁当しか売ってなかった。でこれあっちゃんこれで十分やけど、子供足らんかなと思って、今なんかね、老舗のチャーハン、おにぎり、怪力屋の焼き飯で、無鉄砲の焼き飯で、横浜家系総本山吉村家のおにぎり、全部ね、あの焼き飯、チャーハンおにぎりやねんけどもね、これがね、売っとったんでね、これちょっとさ、あの3種食べ比べするのとね、まあ、子供多分これだけでは足らんかなと思って買ってきてんけどもね、うん、じゃあ一口だけもらおうかな、味見にね、ということで、食べましょう、はい、よいしょ、休日はゆるゆるとね、手を抜きます、あっちゃんも。いつも手抜いとるやんけど、絶対今誰か言うたやろ。5人ぐらい言うたな、もっと言うた。それでいいね、人間。人間手抜けんだよ。うまく手を抜けへんやつは、ダメ。はい。うまくね。では、いただきます。はぁ、あ。今1時やねんけどね。もうテレビやっとくかな、テレビをつけた日かな、もうないしな、テレビもな、音引っかかったりするし、テレビ出てきてね、爆笑もね、もうあれ松子、なんか松子の夜更かしもな、面白いんだけど、なんか再放送感が半端ないからな。ライオンチャンネル、面白ないよ。テレビチャンネルからも電車あかんのか。どこ見ても再放送感半端ないな。面白くないね。消しとこう。いただきます。うん。味濃いな。美味しいよ。うん。牛大。塩だれ豚カルビ。うん。麦飯や。ほら、干し麦が入ってる。うん。ジプジして美味しい。これ食べよう。最初食べ比べしてみ。カルが野菜をがっつり残しておる。ちょっとあっちゃん、ここから食べもうちょっとやろうか。はい。何をむせてるんだ。
塩水。ダメ。なんだこれ。YouTube からメールが来た。ああ、そういうことか。任天堂のね、ゲームは収益化できんねんけど、なんか音楽が引っかかったよって言って。おかしいおかしい。たまにはね、んで、任天堂のゲームは今日書いてるよって入れたら書いてくんだけどね。偽のね、嘘ついて著作権を申請するやつがあるのよ。だから気ぃつけなかった。任天堂からはね、ゲームコンテンツは配信 OK の許可もらってるから。昔申請したの。半分やったけど、今も全額くれるように変わってんの。食べへんの？おにぎり。それぐらい美味しい？チャーハンや。まあ、お腹減ったら食べたいわ。
はい、そうです。あ、でも、もうこれだけで十分。うん、美味しかったよ。まあ、さてね、手抜きのお昼ご飯もありです。はい。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。たまには手抜きのね、こういうコンビニ弁当。昔はよくしててんけどね、いいです。ということで、年末。あと残り4日、頑張ってやっていきたいと思います。4日、もう実質3日ぐらいだけどね、楽しくやっていきたいと思います。では一旦バイバイ。今日もお出かけで、あとお買い物1回行ったら終わり。もしかしたら大会に年末切りにもう1回行くか分からんけど、まあ買うか買わないか分からへんけどね、考えていきましょう。ではまたね。バイバイ。